はい、皆様こんにちは。本日はお忙しい中、IGES気候変動ウィナーシリーズ、気候変動トラックの第3回をご視聴いただきましてありがとうございます。本日のテーマは中国における気候変動対策の動き、これまでの成果とカーボンニュートラルに向けた展望です。IGES の気候変動ウィナーシリーズでは2050年のカーボンニュートラルに向けた動きが国内外で加速する中、今後のビジョンですとか戦略づくりのヒントとなるような旬の情報を提供することを目指しています。第3回から今回も神奈川県の葉山町にあります IGES の本部オフィスからライブでお送りしております。IGES と IGES の研究員をより身近に感じていただきたいという思いから、会議室を抜け出して、こうして、オフィスから、抜け出し、オフィスの中では、オフィスの中ですね、すみません、会議室から抜け出して、IGES は非常に緑に囲まれた場所にありますので、その雰囲気を少しでも皆様に感じていただきながら、進めていきたいと思います。対談形式で、形式ばらず、分かりやすい形で進めていきたいと思いますので、よろしくお付き合いください。で今回、本日のテーマですが、これまで2回やってきたこの気候変動トラックの中でも、しばしば質問が上がっていた、中国についてです。で今回解説を担当して、いただくのは、気候変動とエネルギー領域の劉建平研究員と金新研究員となります。お二人とも中国の出身で、中国のエネルギー政策、気候変動政策の専門家でございます。もう何かと注目を浴びる中国について根掘り葉掘り聞けていけたらなというふうに思っていますので、劉さん、金さん、よろしくお願いいたします。田村さんはご紹介いただきありがとうございます。IGESの劉と申します。よろしくお願いします。IGESの金と申します。よろしくお願いします。でお相手は同じく気候変動とエネルギー領域の田村です。はい、では早速本題に行きたいんですが、ちょっとその前にいつも のご案内ですが、本日 のプレゼンテーションのスライドは事前にメールでお送りさせていただいたリンクからご覧いただけます。でまた本日の動画につきましても、後日 IGES のウェブサイトと、YouTube でも公開いたします。またセミナー終了後アンケートのお願いをお送りいたしますので、ぜひご協力いただければと思います。はい、では早速始めさせていただきたいと思います。劉さん、金さん、よろしくお願いいたします。まず劉さんにお聞きしたいのですが、世界最大の温室効果ガスの排出国である中国、その中国の今現状といったものは今どうなっているんでしょうか。はい、中国は皆さんご存知のように2006年頃からアメリカに抜いて世界最大 の排出国になりました。現在は第2位から第4位のアメリカとか EU、 まだインド の排出総量に相当します。一人あたりの排出量から見ても、中国今の平均排出量がすでに EU を超えて、日本とほぼ同じ水準になっています。中国 の排出量の歴史的な傾向から見れば、まさにまた排出量がピーク前の段階であって、増え続けていることは事実です。その一方で排出総量の増加 のスピード、最近の数年間が減速しています。これが中国経済成長の減速の原因でもあると思いますが、やっぱり気候変動の対策 の、うん、効果でも考えております。なるほど。ここ数年、中国の排出量の増加にはブレーキがかかっているということですね。その背景には経済成長の減速ですとか、対策効果ということがありますおっしゃいましたけど、特に対策についてどんなものが取られているんでしょうか。
今まで中国は国際的に2009年に2020年の自主的な削減目標と、まだ2015年に2030年の NDC 目標が国際的に表明しました。それに成功する形で、国内的にも5年ずつ国の5カ年計画に気候変動の目標が定めています。日本のような先進国とちょっと違って、中国の目標が在大量の削減ではなく、GDP あたりのエネルギーの消費量とか CO2 の排出量の削減率が目標になっています。今の第14次5カ年計画には、GDP あたりの CO2 排出量が 18% 削減すると、その目標が掲げています。これらの目標を実現するために、関連の管理体制が整えています。国レベルで効果気候変動省エネルギー排出リーディンググループが、2007年から設立されて、そのリーダーが中国の首相務めています。気候変動の具体的な業務、2018年3月前には効果改革破綻委員会、日本のメティ、経産省相当の組織が担当しましたが、その後、新しく設立された生態環境部が担当しています。地方レベルでも国とほぼ同じ体制がとっています。中国が専門的に気候変動の法律は今議論されていると聞いております。それが、でも関連の法律、例えば省エネルギー法とか再生可能エネルギー法律、だいぶ前から実施されています。政策の面から見れば、中国今までやっぱり例えば充電業種の省エネルギー の基準とか、あるいは非効率の生産設備の廃止に関する行政措置とか、そのような直接な規制と、あと再生可能エネルギーを推進するためにのフィードの制度とか、あるいは省エネルギー補助金のような財政的な支援は主に中心に実施されています。これから全国炭素市場の導入によって、より包括的な政策パッケージを形成されています。実施においては、国の5カ年の目標が各地域に割り振って、毎年評価するを実施によって、そのような目標責任制度は実施のメカニズムとして実施されています。ありがとうございます。中国も、国内で、しっかり目標を立てて、その達成に向けて、体制作りというのも進めているということがよく分かりました。また中国でも気候変動法というものが今議論されているということで、これも今後注目していく動きかなというふうに思います。では具体的にどのような成果が上がっているのでしょうか。成果が充電業種、例えば産業とか交通、建築、エネルギー、さまざまな成果が上げていると思いますが、時間の関係で私ちょっとエネルギー分野絞っていくつか事例として共有したいと思います。まずエネルギー、一次エネルギー消費の構造が改善されています。この図の赤い線示しているように、やっぱりエネルギー消費量が今世紀に入ってから急増していますが、最近の数年間、増加のスピードも減速していると明確に見られています。中国のエネルギーの消費の中でやっぱり石炭が中心になっていて、11年までにはだいたい石炭の割合が7割になってきました。その後、だんだん低減の傾向に入っていると思います。その代わりに、この図の緑の棒に示しているように、非化石
燃料、主にあの再エネとかあの原子力とか、その割合が増え続けています。まあ、すでに2020年の目標が達成しております。そしてあの、まあ、中国の、まあ、いつもあの話題になっているのは、中国の再生可能エネルギーの利用もかなり拡大しています。あの昨年末までには、あの風力、あの太陽光、合わせて530GW、その設置容量になっています。中国にあの再生可能エネルギーの利用が拡大できるの、あの主な要因が、やっぱり2006年からあの FIT のようなあの補助制度が実施されていて、その補助金の原資が日本とあの似てるように、まあ、再エネ電力賦課金集めて、まあ、補助しています。賦課金は、まあまあ、2016年まで数回が開けていますが、16年から今まで、まあ、変わっていないです。まあ、数字から見ればやっぱり日本の今の数字10分の1になっています。あの、まあ、それで再エネの設置が拡大によって、まあ、消費が課題になっていて、18年からあのその再エネの消費を促進するためにいろいろ取り組みを行って、まあ、いわゆる再エネの出力抑制問題、まあ、ほぼ大幅に改善されました。あの過去10年間があの中国の太陽光風力 の、 あのコスト大幅に削減されて、まあ、今から、まあ、補助金なしのステージに入れるとあの言えます。そしてあの石炭火力の構造的にも、まあ、改善しつつ あると思います。あのこの幹の図示しているように、あの中国の石炭火力の設置容量まだ増えています。でもその一方であの効率の悪い設備廃止とか、あの新設 の、 あの石炭火力の抑制する結果的に、あの第13次国家電計画の容量制限目標を達成しています。あのそして中国2016年から新設の石炭火力 の、 あの希望とか使用の技術 の、 あの規定もあって、あのそして既存の石炭火力 の、 あの燃料の消費基準も設定されているので、その結果あの希望が大きい効率が高い の、 あの石炭火力の割合があのだんだん増加しています。その結果あの石炭火力全体的に構造的な改善が見られると思います。これがあの右の図に示しています。あの再生可能エネルギーの拡大と、まあ、原子力 の、 かあの活用、その結果中国 の、 あの電源構成が、うん、あの改善されています。あの昨年末の時点では再エネの容量が約4割、あの発電量約3割になっています。これが日本 の、 あ の、 あの割合よりは大体、まあ、発電量から見れば 10% ぐらいがあの高くなっています。あのその総合的にあの今まで定めた国家電計画の目標、あの計画より、まあ、高い削減率が実現されております。そして今の14次国家電計画の削減目標は 18% 減になっていますが、もし次の国家電計画同じあの割合削減目標を定めることができれば、あの30年の 65% 以上の目標の達成が問題ないと、その計算がなっています。ありがとうございます。まあ、あのこうやって目標を立てて、それを着々と実行しているということがよく分かったかと思います。またあの、中国というのは、もうつい最近までは、まあ、あの安い、かつ大量の石炭を国内で使った、産出して使っているという、まあ、石炭大国として、見られていましたが、まあ、その石炭依存のエネルギー構造も今、まあ、まさに変わりつつあるということも分かった。で最後にちょっともう一つお聞きしたいのが、中国国内の取り組み、最近の取り組みとしての目玉は排出量取引制度と
ということがあるかと思いますが、その進捗状況についてお話しいただけますか。はい、時間があまりないですが、本当に簡潔に紹介したいと思います。中国の炭素市場は最初2011年 の、 地域パイロットの炭素市場から始まりました。いわゆる合資2所に13年から14年までに地域レベルの炭素市場が建設されて安定的に運用されています。地域地域ごとの炭素市場がちょっとそれぞれの特徴があって、簡単に比較が難しいと思いますが、でも合わせてすでに世界、第2位の炭素市場がなっています。これらの地域の炭素市場がその地域の草原に交換しているだけじゃなくて、全国の炭素市場の建設にも参考になっています。全国の炭素市場が2014年から準備が始まって、大きなマイルストーンとして2015年の9月、当時のオバマ政権との間に米中首脳声明において中国の全国の ETS を導入することが声明明言がされました。それが一番大きいだと思います。その後が17年の12月、当時の国家発展改革委員会が発電部門のはじめとする全国 ETS の建設法案が発表されて、それ以降本格的に全国の炭素市場の建設が始まりました。3年がかけてようやく昨年末に関連の法制度とか割り当て量の分配の法案と対象の事業者の名簿が発表されて、今年から本格的に全国の炭素市場が始まると思います。全国炭素市場は初めに発電部門だけ対象になっているんですけど、実際に並行的に他の業種も準備が進めています。電力部門だけで対象事業者が2200社余りなっていて、発電部門だけで希望的にもし稼働すれば世界最大の規模になると思います。私聞いての限りは来月6月末までには全国炭素市場での取引本格的に開始できると思います。全国炭素ETS の進捗と展望、 IGS のウォーキングペーパーとしてまとめられているので、もし興味あれば IGS のウェブサイトからダウンロードして読んでいただけると思います。全国 ETS 導入のプロセスから見れば、やっぱりさっき予定したように15年の中米共同声明が政治的な決定が一番大きいと思います。今までパイロットから全国 ETS 稼働する前がもうほぼ10年がかけて非常に難しいプロセスであると思います。でも最初が簡単なことから始まって、だんだん改善して、強化していく、それが非常に重要であると思います。そしてその全国 ETS 建設する中で大規模の研修によって関係者、例えば地方政府とか対象の業種の能力開発のプロセスにもなると思います。幸い中国の産業界が あるいは対象の事業者がみんな意見が述べるんですけど、この制度導入自体は反対はしていないです。それはちょっと日本と違う状況になっています。私の紹介が以上になります。はい、はい、ありがとうございます。最後に排出量取引制度の導入に関して、中国での政治的なリーダーシップの重要性ですとか、現場レベルでは、試行錯誤がしながら関係者全体のキャパバリを上げていくことの重要性ということもよく分かったと思います。このことは日本にとっても重要な大きな示唆があるかと思います。
このように中国の国内の取り組みが進むと同時並行で、国際的なコミットメントも中国はかなり強化してきました。でそこで金さん、お聞きしたいのですが、今の中国の国際的なコミットメントというものはどのようになっているんでしょうか。あ、田村さん、ありがとうございます。私の方から少しコミットメントの中国の今までの流れについて、紹介いたします。この表はですね、2009年、2015年、2020年までに3回に分けて、中国がコミットメントした目標値についてまとめたものです。まず2009年を見た場合にですね、その時、支出削減目標として2005年比 GDP 比で2020年までに 40% から 45% 削減しますというふうに宣言してあります。それが2015年には2030年目標として同じく2005年比で 60% から 65% 削減というふうに引き上げ、それと同時に2030年前後にピークアウトを達成するという目標を達成しました、という目標を掲げました。それが2020年、つい最近ですね、昨年度は、2030年より早い段階でピークアウトするというふうに目標を引き上げ、さらに、2015年時点では65%までといった目標を 65% 以上というふうに引き上げました。さらに非化石エネルギー導入 目標もですね、これは一次エネルギーに占める消費に占める割合なんですけども、2009年には 15%、2015年には 20%、 2020年には 25% までに引き上げました。そして初めてですね、国際の場で風力太陽光を含む再エネ発電設備導入量目標を発表し、2030年までに12億キロワットまでに合計量ですねを導入する、そして何よりも2060年ネットゼロという目標の発表が2002年にありました。このタイミングで中国が2030年目標ですの強化ですとか、2060年の炭素中立といった野心的な目標を表明した背景には何があるんでしょうか。はい、まずですね、2060年目標を昨年度の9月に習近平国家主席が国連の場でこの発表したときに、実はたくさん驚いている人がいました。事前に綿密なコミュニケーションだったり、アナウンスがなかったっていうこともあり、皆さんすごく驚いている方が実に多かったです。一体この目標っていうのはこの政治的決断なのか、それとも根拠なのかどうかということに関しては、非常に皆さんからの質問もたくさんいただいております。まずですね、これ時間軸が少し違いますけども、2021年3月15日、2ヶ月前にですね、習近平指導部が初めてです。2030年ピークアウト目標と2060年ネットゼロ目標、これは3060目標というふうにパッケージ化して、これが一体中国の政府にとって、あるいは共産党にとってどういう意味を持つのかということを体系的に説明しました。これを説明した場っていうのが、中央経済委員会会議っていう非公開ミーティングですけども、要はチャイナセブンのうちコアメンバーが集まり、部署横断的な責任者も集まりの場で、これを議論するっていう、いわば意思決定、政策決定の場でもあります。で、その中で説明したのが、まず3060目標は、党中央の慎重な検討準備過程を得て決定したものである。で次、これは中国の持続可能な発展と人類運命共同体構築の要であるという位置づけをしました。で次に、これを実現あるいは達成するためには、社会経済構造の仕組みをガラッと変えなきゃいけません。例えばクリーン発展モデルの全面的なシフト、エネルギーシステムの低炭素化、グリーン化、そして、クリーンな産業構造、生産体制、ライフスタイル、そして国土空間構造の変更などの含めたパッケージの政策が必要であると。で、何より一番最後の重要なキーメッセージは、3060の目標の実現は厳しい戦いであると。
これは共産党の、治国理政、要は国家統制運営の能力に対する大きな試練であるという位置づけをしております。要は目標とそれを達成するための危機感を全面的に説明した内容になります。で、質問にもあったように、じゃあ一体なぜこの2060年ネットゼロ目標なのかということなんですけども、端的に言いますと、2020年、昨年度は中国共産党のトップである習近平氏が2050年に向けた自分なりの次期成長戦略を打ち明ける、あるいは掲げるタイミングでもあります。2020年何が起きたかというと、3060目標。で、もう一つは、次期5カ年計画と2035年までの GDP 成長目標を掲げております。発表しています。で、この表はですね、若干見づらいですけど、わかりやすく説明すると、すべての指導者は2050年に向けた中長期戦略を実は持っているんですね。一番早いのは鄧小平時代でして、1987年に出しています。その後、江沢民政権がそれをリバイズして、目標を早めに達成したので、GDP 目標がメインだったので、それを早めに達成した上に、それを一回2002年にリバイズしました。で、その目標に関しても GDP 目標はほぼほぼ早期に達成したために、どうしても2020年には習近平氏が GDP 目標と時期のある成長戦略を出す必要があります。それでパッケージで一連の目標と経済目標が出たという背景がありました。ではこう一体この中長期戦略目標ネットゼロを目標出すことによって中国どれほどの勝ち目があるのか、これは非常に難しい質問ですけども、一回二段階に見てみましょうか。一つはその歴史ですね。で、実は中国は大気汚染対策等々の関連で非常に再エネ政策に力を入れておりまして、このグラフはから分かるように2011年から2020年までに全世界で、導入した再エネ、各主要国の再エネ導入量が世界全体に占める割合を示したものです。それを見ると、中国は2011年の 20% から2020年の 32% までに拡大しており、2013年以降です。7年間で連続はトップの座をリードしているということがわかります。で、これはですね、なぜかというと、これは経済的なメリットがありまして、中国の国産化がかなり競争力を持つことにより、2019年末で の時点ですけども、中国が製造したポリシリコン、太陽電池、太陽電池モジュールの世界シェアというのは、それぞれ67、79、71% に達しています。いずれも1位です。しかもこれは世界の200カ国に今輸出している状況です。それだけではありません。輸入効果、雇用効果が非常に高くて、このグラフは、日本やアメリカを含む主要国が保有する再エネ産業関連の雇用者数です。これを見た場合には、中国は断トツ1位です。そして2012年の雇用者数は174万人だったんですけども、2019年には436万人までに拡大しました。細かい噛み砕いた数字があるんですけども、太陽熱関連で言えば、その雇用者数というのは世界全体の 81.4% で、太陽光設備に関しては 59%、風力に関しては 45% という割合になっています。それに比べて他の国は、まず絶対量はそんなに多くありませんし、ブラジルやインド以外の国はむしろ下降傾向にあるというのが大きな流れになります。で、もう一つ中国は省エネ政策、大気汚染対策、石炭消費量の抑制政策などなどの政策の関連などの政策として2006年から補助金付きの
非効率小規模生産設備の、あの淘汰政策を実施してまいりました。この、この政策の実施によって、この右側の表で分かるように、2006年から2018年までに淘汰したあの生産設備の規模というのがまとめてあります。炭鉱、要は石炭、採掘のその規模によっては、あの例えばその、この12年間で12億トン規模の設備を淘汰しています。ご参考までに、こう、一番右側に2018年度の設備総、まあ、総量というものもまとめてありますのでご参考してください。で、こういったその2060年のネットゼロの目標の設定、そしてそれに向けた取り組みによって、こういった低炭素型製造設備の需要も今後増える見通しです。ただ、あのセメントとか鉄鋼というのは中国の基本的な社会インフラの整備がほぼほぼ2030年前後には終わるので、その以降増えるかどうかは疑問です。はい、あの脱炭素化に向けた取り組みが、まあ、中国の経済、社会にとって、まあ、ある意味、有益というか、うまくあのベネットがあるというように捉えていることはよく分かりました。まあ、ただ、当然、その2060年炭素中立というのは、それなりの中国の。チャレンジングなものだと思いますが、まあ、それを達成するために何か根拠的なようなものというのはあるんでしょうか？ありがとうございます。先ほど私が冒頭で説明したように、2060年目標の達成を2つに分けてみましょうという話をしたんですけど、さっきは歴史の話。で、これからはこの根拠について少し説明したいと思います。これはですね、2060年目標の設定にインプットできた、あるいは設定の根拠の一つとして言われている長期シナリオの研究成果であります。これはこのプロジェクトの担当者は、写真家、海進課、生態環境部気候変動事務特別顧問でありますが、非常に地方政府へのインプットのパイプを持ってますし、発言力も高い。といったことからもその信憑性が高いというふうに言われてあります。で、非常に複雑な話はしません。非常にシンプルに説明しますと、4つのタイプをここの中で出しています。4つのタイプというのは、既存政策で頑張った場合の2050年までの状況。で、少しやや政策を頑張った場合の2050年までの状況。で、あとは2度目標、1.5 度目標を達成するためにブレイクダウンした場合の状況。4つのシナリオで分析をしています。で、1.5 度、要するに一番頑張った場合の2050年での GHG、温室効果ガスの排出量に関するそのグラフですけども、これを見ると、おそらくエネルギー関連の CO2 は CCS や BECCS の大規模導入よりなんとなくゼロにできる。相殺は可能である。という結果が出ています。だけど、どうしても技術的な制限によって、CO2 以外の温室効果ガスの削減が12億トン以上残るというのが課題です。それで、我々が今推測しているのは、2050年ネットゼロではなくて、2060年ネットゼロというふうに目標設定しているのは、もしかして10年間の時間稼ぎ、要はこの CO2 以外の削減の技術開発等々に期待をしている。という思惑があるんじゃないかというふうに推測しています。では、2050年までの再エネ導入量はどうなっているんでしょうか。で、皆さんご存知のように、再エネっていうのは削減の要でありますし、そういったためにここでまとめた表の中では、1.5 度シナリオで想定している電源構成を書いてあります。で、数字だけピックアップして説明しますと、1.5 度目標を達成するために2050年までに風力は 27.4 億キロワット、太陽光は 23.7 億キロワットの導入が必要です。その逆ですけども、石炭火力は 1.8 億キロワットまで抑えなきゃいけないし、 CCS を 82% まで導入する必要があります。この CCS のなどの技術の開発が一つの鍵ではないかというふうに思っています。
では、プロノ別の投資額、これは 1.5 度目標を達成する意味で、どのぐらいかかるかという話ですけども、時間の関係上、2ポツ、3行目の内容だけで説明を済ませたいと思います。1.5 度目標シナリオでは、エネルギー分野だけでも、全部で30年間、4486兆円ぐらいかかるだろう。で、平均 GDP に換算すると、2.6% の GDP に相当するという計算結果が出ています。最後です。時間ないか、時間があまりないので短く説明します。短く。まず、2060年までに達成、削減する負担はどのぐらいなのかっていうのが一つの肝心なキーポイントです。それを、中国やインド、アメリカといったな国々の、が実際にピークアウト達成した年から、年度から、それぞれ宣言した、あるいは見積もった、想定したネットゼロまでの年度を、それ、年度を割り出して、それを割ってみたんですね。そうすると、中国の場合はやはり一番こう削減量が、求められる削減量が多く、年間 4.3 億トンの削減が求められます。細かい数字は皆さんご覧ください。あと、再生、先ほど説明申し上げた 1.5 度シナリオを戦略目標で掲げた風力太陽光の導入目標、これを達成するために、あるいはこれ達成は可能なのか、まあ、大変なのか、それも簡単なのかっていうことをここでまとめたんですけど、結論から申し上げますと、2030年以降は大変であろうっていう計算になります。なぜかというと、皆さんこのグラフ、右のグラフの一番左は2016年から2020年までの年間導入量の実績です。で、真ん中は2021年から2030年、中国政府が宣言した目標、30年導入目標までの平均導入量。で、一番右側が2030年から2050年までに、要するに 1.5 度シナリオで掲げたマックスの目標を持って割り算したものです。そうすると、2031年から2050年までの導入の、求められる導入量っていうのは、現在のペースより2倍か3、4倍以上を強いものではないと、到底達成できないという計算になっています。そういった意味でも、まあ、早急に、2011年以降からのその再エネ目標の引き上げ、野心の引き上げっていうのが求められるんじゃないかというふうに思っております。はい。私の発表は以上です。ありがとうございます。金さんのプレゼンの途中から、スイッチが入ったなっていうのが分かって、いつまで喋るのかなと思ったんですが、コンパクトにまとめていただけるのもありがとうございます。ありがとうございます。はい。金さんの方もまとめてもらったように、中国の排出削減対策というのも、もう産業政策だとか、産業構造をいかに変えていくか、エネルギー構造を変えていくかという、そういった中国の経済の改革と一体化していて、そうした中でこの2060年炭素中立ということも考えなきゃいけないということがよく分かったと思います。ただ一方で、その本当60年炭素中立に向けては、例えば再エネでももう一歩踏み込んだ対策が必要だということも、非常に明快に示してもらったと思います。ありがとうございました。はい、それではこれから残りの時間を使いまして、視聴していただいている皆様から質疑からの質問を受けたいと思います。ご質問がある方、すでにたくさんの方が Q&A に入れていただいていますが、この Zoom の Q&A ボックスの方にご入力いただきたいと思います。はい、非常にたくさん来ております。まずは、皆さん、この質問にいいねを押していただけると、どんどんその、いいねが多いほど、この質問が上に来ますので、皆さんのご関心がある高い質問ということで、とりあえず、その順番で、なかなか難しい質問を送るかと思いますけど、皆さんの、ご関心に沿った形で、質問に答えていきたいと思います。で、最初の質問、原子力発電について、この温暖化以外の環境などの、影響など、どういうふうに中国で捉えられていて、かつその、輸出、原発の輸出というのは、どういう形で進んでいるんでしょうか、という質問です。ボランティアで、金さん、劉さん、
どちらがいいですか。リュウさんいきますか。いや、はい。これは非常に難しい質問だと思います。基本的に中国は原子力発電についてちょっと日本の雰囲気がちょっと違って、まあ、国内的にはやっぱりエネルギー構造的な点検あるいはまあ、CO2 の削減のために、まあ、基本的なスタンスが原子力が、まあ、引き続き活用していくとそれが基本的な考え方と思います。それにおいて国内で、まあ、新設も進んでおります。あと中国、まあ、原子力の、まあ、使用がだいぶ1980年代からだいぶ技術的にも能力を高めていて、まあ、いわゆる世界最先端の原子力技術も持っているので海外の輸出も進めていると、うん、その考えだと思います。輸出というと、はい、中国とロシアの企業って感じですか、ね、つい最近中国とロシア協力して中国の新設の原子力、うん、まあ、習近平さんと普京ロシアの大統領が、まあ、の何か共同で、まあ、建設が始まったと、そのニュースもあると思います。ちょっとご質問の中では、その環境等への影響ということも書いてますけど、どうですか、その反対意見とか、はい、国内での原発政策がどういう、うまく進んでいると理解しているでしょうか。うまく進んでいます。でも日本と同じ考えで、やっぱり原子力一番の問題は安全性ですよ。でも安全を確保する前提で、進めていくと、それが考えています。はい、ありました。私の方から。あ、安木さんどうぞ。原子力に関しては今まではそんなに積極的に割合を増やすということは考えていなかったですね。で、一つは原子力技術に関する十分なその安全性が検証されていない、自信はそんなにたっぷりあるわけではないというのが一つ。もう一つは中国が進めている核融合技術のその、発電技術の開発。それとも兼ね合いっていうのも考えなきゃいけません。でもう一つは、原子力政策というのは基本の軍がこれを主導して、開発しているので、これは外交安全上さまざまなその、まあ、ことも考慮しなきゃいけないということと、あと水資源だったり、そういった資源制約的な要素もいろいろ考えられているところです。で今中国は実際計画中のプラントの数にしてはおそらく世界一です今は。と、一帯一路を地域に関して積極的に原子力を輸出 しましょうというようなその政策的な動きはまだありませんというのが補足として調整します。はい、はい、じゃあ次この原子力を超えた質問がいいねが集まったのは石炭火力の海外支援です。これは日本の中でも非常にあるいはホットというか注目を上げているところですが、どうでしょう、中国のこの海外支援、石炭火力の海外支援、どういう方針で今行われているんでしょうか。金さん。はい。私は細かくこの海外支援政策を見ているわけではないんですけども、今まで、私が普段の調査業務で把握した情報では。皆さん覚えているかもしれませんけど、2017年に一帯一路戦略を出すときに、実は、中国の各中央省庁部署レベルでさらに一帯一路に関する、戦略あるいは基本方針といった文書を出しています。それを外事で、見た場合には基本的に石炭に関しては反対はしませんけども、例えば中国で淘汰して使っていない古い技術とか生産設備 の輸出はそれはしません。で基本現地の、まあ、法的規制、環境基準のレベルに、まず合わせる。で原則はそのニーズがあるかどうかっていうのが、まあ、コスパ そのレビューもしなきゃいけないっていういくつか の方針はあります。ただ今ご存知のように最近この
石炭火力に対する風当たりがすごく強く、特にあの輸出に関しては韓国とか日本はもうやめる方向で議論がどんどん進んでいるし、政策も打ち出したところもあります。なので、近いうちに中国がどういうふうにこの戦略を調整するのかというのは、私も非常に注目しているところです。ありがとうございます。確かバングラでも中国のプロジェクト、石炭火力のプロジェクト止まったとかいうのがありますので、まあ、今後これも政府としてどんな方針を基本的方針出すかというのは続き注目していく必要があるのかなというふうに思います。次です。炭素市場について、国外との取引について、特に ETS との関連も含めてくださいということなんですが、どうですか、金さん。まずは、はい、炭素市場、まあ、先ほどうちの劉研究員が説明したように、今年から本格的に取引がスタートするという流れになっています。で、海外と取引なんですけども、これ私4、5年前に EU の専門家と議論したことがあるんですけども、基本的に彼のその時点での見通しでは厳しいです。2、30年かかっても多分リンクは無理だろう。EU ETS と中国 ETS のリンケージは無理だろうという話をしています。ただ、最近の中国国内の専門家の議論を踏まえて考えると、割とポジティブですね。これ、目標の換算っていうのが、リンケージの場合には削減コストが対等するかどうかっていうのが一番のキーポイントですけども、それを決めるのがそれぞれの国の削減目標ですね。中国のような GDP 比だと多分緩いのでコストが違うだろうというようなツッコミもあるだろうし、そういって、あと実際連携した場合にどういうふうにこう、どういった計算法を持って両方のバランスを取るのか。ことに関しては、割と、これは計算上の問題だから簡単だよ。テクニカル的には何の問題ありませんよっていうのが、大きな結構専門家たちは支持しています。ただ実際やる上ではこれは CO2 に関してこれは財産権を認めて財産的価値を認めた上でそれを取引するとそれは金融商品なんです。だから紙幣以外のものを取引国際取引する場合には必ず政治的なものが絡むし、そんな簡単にケースをかけたからできるようなものではない。だから地政学的な課題の方が大きいであろうっていうのが、その専門家たちの意見でした。わかりました。次の質問をちょっとリュウさんにお聞きしようかなと思うんですが、中国においてこの削減を進めるインセンティブは何でしょうか。で、特に先ほどの学部の中でも ETS に対して排出取引制度について企業はあまり反対してないということをご指摘してましたけど、その背景などちょっとこの質問にお答えいただければなと思いますが、この質問はですね、炭素削減を進めるインセンティブとしては、うん、私個人的な見方としては、今までやっぱり例えばさっき私紹介したように、うん、再生可能エネルギーの、補助金とか、まあ、あと、省エネの、エネルギー効率、特に充電の業種と充電部門のエネルギー効率のような、基準、設定、いわゆる、直接的な規制、プラス、財政的な支援、それが主なインセンティブになって、います。でもこれから韓国の炭素市場、稼働すれば、やっぱり市場的なメカニズムは、政策的なインセンティブになると思います。ETS は基本的に効率が悪い、多めに CO2 を排出しているの、事業者に対しとしては、ネガティブの、コストが負担になって、一方で、効率が高いの、より少ない排出しているの事業者にとしては、メリット、利益になると思います。そのような、インセンティブが、だんだんこれから多分効いてくると思います。
排出量取引制度、全国の制度、企業から、基本的に反対していない。私聞いての限りは、例えば最初が発電部門から、この制度が始まって、中国の発電企業は主に5つの、国有企業、5つの、電力集団が主に構成されているので、これらの国有企業たちは、やっぱり単純に利益追求するだけじゃなくて、やっぱり国の政策に支える、サポートするの面もあると思います。もちろん政策、設計の中で自分の感じである の難しさ、意見がちゃんと言ってるので、あと国がその政策、例えば ETS を設計するときに、この業種、協会とか、あと大きな企業からの意見、ちゃんと聞いて、その設計するときに、その意見、反映されること、それが反対されない大きな理由だと思います。はい、いいですか。私はちょっと違う観点からですけど、企業の視点から見た場合は、一つ中国のこの ETS 制度が、企業に受け入れられた理由の一つが、中国は ETS の排出割当て量の財産権としての、地位を認めているんですね。それで、何を意味するかというと、企業はもらった排出枠をもとに担保に銀行から融資ができる。抵当権の設定とか、融資のその、財産権としての、権利を認めている。などもあったので、そういったの非常に一部の企業にとっては、むしろ、いきなり炭素の財産をいきなりもらった。なので、これをどういうふうに運用するか、マネジメントをするかっていうような、経営判断に移るっていうステージに入っています。わかりました。どうもありがとうございます。次、これもお二人にお聞きしたいんですけど、一般市民の気候変動だとか、脱炭素に向けた、意識っていうのは、日本と中国で何か違いっていうのは感じますか？一般市民レベルで言えば、非常に一つ CO2 削減っていう観点よりは、環境保護、緑化、生態系の保護、回復といったキーワードが非常に中国では重要になっています。一つは皆さんご存知のように2013年からひどい大気汚染があって、その原因が PM2.5、 その前にはさらに大変ひどい黄砂にやられ、でそれが結局環境破壊がもたらした結果であるという反省、非常に反省モードが非常に政府にも民間にも一般市民も高いわけです。もう一つ、こういった背景の中で、例えばアリペイ、皆さんご存知かもしれないですけど、アリペイが運営している某そのアプリでは、低炭素行動を起こしたり、あるいはネット決済をして、ポイント、炭素ポイントをもらったユーザーが、会社に依頼して、実際、砂漠に木を植えるような、いわば低炭素を遊び心満載の低炭素アプリっていうのがあるんですけども、それは今、2億株以上、今、その依頼を受けて実際植えてるんですね、中国。ユーザーはどのぐらいなんですか？ユーザーはですね、実際ユーザーは6億超えてます。6億。6億。ほとんど若い人たち。すごいです。はい。なので、削減効果まで、私データは持ってませんけども、1000万トン以上はあるというふうに私が、古いデータかもしれませんけど、覚えてます。なので、民間ではかなり、あと補足になりますが、中国はやっぱり天敵的に二元社会、都市部と農村部の差が結構大きくて、もし北京とか上海の大都市の市民に見れば、環境意識かなり高いと思います。例えば大気汚染とか水汚染、あるいはゴミの分類とか、高い環境意識をしています。でも全体
的に見れば、まあ、日本ほど、まあ、高いは思わないと思います。若干ちょっと見方も変わってます。まあ、はい、いろんな見方があるので、はい、まあ、ちょっとまだ質問続いて、いろいろ来てます。次は再エネの、稼働させるときの排出量だとか、その劣化した、まあ、廃棄物に関わる排出量は、まあ、全体の排出量に含まれていますかというのと、あと下の方に関連する質問で、その再エネの、廃棄物の問題というのはどういうふうになっているんですかという質問ですが、どうでしょうか。いや、建設の排出量が全体の排出量に含まれていると思います。でもライフスタイルの観点から、例えば太陽光のパネル使えた場合はどう廃棄処理するのか、私の班はちょっと情報がなくて、金さんもし分かればお願いします。私は詳しくないですね。その削減、廃棄物分野で、含まれてるかどうかは。これはよく聞かれる質問なので、私も、これちょっと調べて、後で答えできると思います。はい、分かりました。ありがとうございます。はい、すみません、時間の許す限り、もう少し聞きたいと思いますが、これは金さんの発表の中にもありましたが、CO2 以外の GHG、メタンですとか N2O について、削減方法だったり、戦略は何か検討されているのでしょうか。この関連ではおそらくいわゆるモントリオール議定書のキガリ修正先生も中国はどう関わっていくんでしょうか。ちょっとどうぞこちらの質問。CO2 以外の GHG の場合には、私もこうダイレクトにこの削減技術について研究したことがないので、何とも申し訳ないんですけども、削減に関して今までのルーツだと CO2 以外の GHG について削減する専門的な戦略だったり、あるいは科学技術関連の、細かい計画だったり、あるいは補助金だったりというものは大きく大々的に出てるものは見たことないです。これからなのかなという印象です。で、新しい状況があったらまたシェアします。この最近、4月22日のクライミットサミット前に、アメリカの特使、ケリーさんが中国に行って、それで米中の共同声明が発表されて、その中にやっぱり中国とアメリカ、キカリ修正案、まあ、強化されて、メタンガス、HFC ね、はい、まあ、いわゆる非 CO2 の、温室効果ガスの、削減、取り組んでいくと、それが確認しています。それ削減方法としては、やっぱり非 CO2 の温室効果ガスがある業種は非常に難しくて、技術的に対策がない、例えば農業とか畜産業とか、その場合は最終的に、さっき金さん のスライドにもあるように、最終的にやっぱり森林吸収、創殺すること、それが考えています。はい、分かりました。はい、ありがとうございました。まだたくさん質問が来ていて、お答えしたいのは山々なんですが、ちょっとお時間が近づいてまいりましたので、質疑応答はここで終了させていただきたいと思います。金さん、龍さんのコンパクトに難しい質問にも答えていただいてありがとうございました。ありがとうございます。で、これの質問については、後日もしあれでしたら、答えいただくと、あと第1回 の質疑応答につきましては、すみません、遅れて大変申し訳ないんですが、今回、本日、未回答分の質問につきましてはアップいたしましたので、ご関心のある方はホームページの方をご確認いただければというふうに思います。では、最後にアイディスからのお知らせになります。今回の
候変動ウェビナーシリーズの気候変動トラックの第4回は6月10日に開催予定です。こちらでは G7 における気候変動、環境課題をめぐる議題という議論というところで、お送り出したいと思います。また実務者向けの炭素市場トラックにおきましては、6月4日に第3回を予定しております。こちらの方はポルシア、国際民間航空のためのカーボンオフセットおよび削減スキームについて、解説していきたいというふうに思っています。本当本日は金さん、李さんどうもありがとうございました。で、ぜひとも皆様のご感想、ご意見につきましてお寄せいただけると幸いです。我々としても試行錯誤を重ねながら、こうしたウェブナーの質を向上していきたいと思いますので、ご協力いただければと思います。で、アンケートにつきましては、最後に表示されるリンク、または後日お送りするメールから、アンケートにご記入いただければというふうに思っていますので、何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。では、お時間となりましたので、以上をもちまして、本日のウェビナーを終了させていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。